ポールトレーラー。ポールトレーラーとは、鉄骨、ペール、鉄道車用、建造物の壁などのコンクリート製品。果ては、ロケットの筐体といった、長尺かつ分解しにくいものの運搬に使われるもので、トラクターとトレーラーが、積載物とドローバー、あるいは積載物によって連結されるタイプのものを指す。薬庫とも呼ぶ。特殊な用途のため、自動車の種別は、 大型特殊自動車である。しかし大型特殊免許は不要で、高速道路の通行も可能。ただし牽引するトレーラーヘッドが大型貨物自動車の区分に該当するで、トラクター側のリミッターにより、最高速度は80キロ程度に制限されている。積載物を車体構造の一部とすることで完成するトレーラーである。あらゆる長弱積載物に対応するために、 積載全長を車両制限令の範囲内で容易に変更できる。それを超える場合には出発地の警察署長の許可や保安基準の緩和が必要になる。ポールトラクターは荷台を持つタイプと持たないタイプの2つのタイプに分けられる。荷台を備えるタイプは一見ただの大型トラックであるがフルエアブレーキ式になっていて後部にエアジャンパセ線と電気線とピントルフック式、または ベルマウス式の連結器を備えており、平らボデーのフルトラクターの荷台上にターンテーブルを乗せたような構造になっている。普通の大型トラックよりも高出力のエンジンと大型のラジエーターを搭載していることも特徴である。5軸前方のターンテーブルが実質の荷台で連結部分になる。この連結部は切り離しできず荷物を下ろすことが切り離すことになる。 フルトラクターと同じ連結機のピントルフックは、積載時には伸縮する、ステアリングドローバーと連結する。この時は前後上下の荷重は、ほとんどかかっていない。改装時には、フルトラクターと同様この連結機で直接牽引する、トラクターのオーバーハングが長く、ボールが短いと、カーブで外輪差が生じて危険になる。クレーンで、ポールトレーラーを荷台に積み込んで改装することも多い。 荷台を備えないタイプは、セミトラクター、トレーラーヘッドとほぼ同じ構造で、兼用の場合も多く、ピントルフック式、またはベルマウス式の連結器を備えているのが、唯一の特徴といえる。大型ドリーを用いる場合のために、キャブと第五輪連結器の間にダミーウェイトを積載できるものもある。第五輪にターンテーブルを装着して使う場合が多く、 積載時は荷台を有するタイプに比べると、セミトレーラーに近い外観になるが、ステアリングドローバーを使えば、セミトレーラーよりも内はさ小さくなるメリットがある。空車、改装時には、ポールトレーラーの積載が不可能なため、固定したステアリングドローバーで連結して牽引する。2つの連結器を備えるところが、他のトラクターと大きく異なる部分となる。 車両中央に積載物を受け止めるためのターンテーブルが装備され、車軸前方には多くは伸縮式の牽引パイプ、ステアリングドローバーを持つ。この牽引パイプをポールトラクター後部の連結ピン差し込み式の牽引フック、ピントルフック式もあるに接続することで、台車を逆移送させて外側に走らせ、内技を減少させている。内技の抑制具合は、 トラクターのオーバーハング調、トレーラーのステアリングドローバーの長さで決まる。トラクターのオーバーハング調よりも、トレーラーのステアリングドローバーを短くすると、オーバーステアとなり、ポールトレーラーが外側車線にはみ出すことになる。加えて積載物のオーバーハングを長く取ってしまうと、積載物が大きく対向車線にはみ出す場合がある。ターンテーブルの固定位置が走行中の安全を大きく左右する。 ステアリングドローバーが届かない場合は、トレーラーのターンテーブルの回転を固定し、ドローバーを積載物にぶら下げ固定して対応することもある。他の大型トレーラーと同様に、フルエアブレーキを装備している。登録は、大型特殊で、中板級ナンバーが付けられる。二軸車が大多数を占めるが、一部に一軸や三軸以上の車両も存在する。他軸車には、 強小道路を通過するために手動のステアリング機構を備えるものもある。特に三軸以上の車両に操打機能を持つことが多い。装置には多くの場合油圧を用い、その動力源としてエンジンを搭載し、ハンドルもついているが自力で走行する機能はない。一軸車で任意のステアリングが必要になった場合は、ステアリングドローバーをトラクターから一旦切り離し、 バーを使って人力で台車の向きを変えてステアリングさせることもある。なお、これらの方法は一旦停止して準備した後、必ず徐行で行っている。危険なため、通常速度での運行には使えない。空車時はポールトラクターの後ろにステアリングドローバーを縮めて固定した上で連結され、とても短いセンターアクスル式フルトレーラーのような、 携帯で牽引する様式となっている。トラクターの後部オーバーハング状よりも、トレーラーの全部オーバーハング、車輪中心から、ステアリングドローバー先端までを短くすると、オーバーステアとなり、カーブで、ポールトレーラーが外側車線にはみ出す。このことは、200牽引中よりも可能性が高いため、階層連結には注意が必要になる。荷台のないトラクターの場合は、 後部オーバーハングが短いため、ほとんどこの心配はない。一部のポールトレーラーは、ステアリングドローバーを装備していないため、ポールトラクターに積載して改装する。このため、2台付きのポールトラクターと、セットで使用されることが多い。また、ドローバーのあるトレーラーの場合でも、トラクターの2台に積載することは、珍しくない。旧型のポールトレーラーは、長いゴム製。 ブレーキホースの影響で、ブレーキの効き始めと解除が遅くなる欠点を抱えていたが、現在製作されている新型のポールトレーラーは、自動車ブレーキ規制への合わせを図り、ブレーキワイワイヤで遅延なく、トラクターとブレーキを連動させている。林内作業車の一種のフォワーダに、ポールトレーラーと同様の構造を備えたものがある。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。 クリックしてください。